はいはいはい、アリーナやってきます。で、アリーナは適当やねんけども、ちょっと縛りを入れようかなと思ってます。で、縛りは何だったかな、最初はなんだっけ、デック、この最初の単色デッキのみを使えると。消しとこう。はい、はい、この5つだけが使えます。で、フリーか、ここか、フリーはこれサイドなしの一戦だけ。フリーを2回、1動画でフリーを2回か、競技プレイ、これサイドありの3本の日本選手かを1回やると、どっちか、まあ、最初はフリープレイばっかりかな。で、その勝ち数に応じて、カードを交換してデッキを強化してもいいよ的なルールにすると。で、強化できるカードはまあ手持ちからって感じかな。で、強化できる枚数は、多分載せてんのか、一応口頭でも言うと、フリーで、2回やって2勝したら3枚、そのデッキの交換していいと。3枚交換か、サイドに3枚足すとか。で、1勝やったら2枚、で、勝てなかったら1枚。で、競技の場合は競技プレイの場合はより難易度が高いやろうから、2勝できたら5枚変えれて、1勝で3枚、0勝は同じく1枚だけ。0勝で1枚にしてんのは、まあ全く変わらないのもなんやなっていうことで、まあとりあえずそんなルールでやってきます。で、まあ、5色のどのデッキを使うか、どのデッキ使ってもいいっていうのは、まあ単純にあれやね、この辺のコインを狙っていくのに色の銅とかいうのがあるから、今回やったら白か、白か赤のスペル唱えたら、その白か赤のスペル、白か黒かで、クリーチャー20だから白いデッキを使った方がいいということがあるので、毎回違うデッキを使うかどうかはとりあえず、まあ条件によって変えてきます。で、今回は多分白いデッキ、デッキ内容は一応自分でも見とくか。デッキパワー的にはあれやね、プレインズウォーカーデッキぐらいかな。あんまそんな強い、ああなんか強いのあるな、いじってないはずやけど、うん、見てもない。白、青と黒がちょっと触ったけど、他触ってすらないから、これはアリーナ特有のカードか。これもそうやね、攻撃、相手が攻撃してきたら唱えれて、11の飛行トークンが3体出る、5マナのスペル、攻撃時限定じゃなくてもいいような気はするけど、まあそんなもんで。で、43飛行セラエンジェル、これもアリーナ独自のカードか。34で場に出たら4点回復、これもそうやな。14パワー2以下のクリーチャーが場に出たら1点ライフを得てカードを引ける、あ強いね。あ、でも14か、6マナ14で、これはカードにもあるやつね。55飛行警戒、他のクリーチャーも警戒を得る。で、メテオゴーレムで、ゼタルパも入ってんねや。で、ヘチが25枚。で、今日はこれを使います。じゃあやってこう。おう。
レイ、フリープレイをやります。最初は、なんだなんだ、ややこしいな。はい、フリープレイ。そうか、オポネンツゴーズファースト、こちら後手、さっさっさっさ、土地2枚、バッドリー2枚、エンチャント、動く後手足キープかな。はい、キープで、これなんや、攻撃したらアップできる一体。おう、あれ、あ、フリープレイでも普通のデッキ使ってくる人おんのか。あーってことはもうちょっと難易度調整、あー勝てないんじゃねえか。あーくせえな、最初はこんな風になっていくかもね。3-1、やめてくれ。群れ仲間殴ってきたらブロック、でも1-1はブロックするで、ライブラリートップ4枚から見てパワー2以下のクリーチャーを手札に加える。あ、同じやつが手が上がったんか。ノーブロック。一体回復されて、パンプされて、厳しいが、いや。パンプアップ C の、ノーアタックで、バッドリーを構えます。普通のデッキやな。勝てないんじゃなかろうか。まあ、ブロックしますけども。大丈夫かこれ、ね、いやデタルパまでをつながったりしたら展開もしとくな。殴りません。いやーちょっと厳しいね。白タンモニュメント、そういえば前赤黒のデッキ使われてたの、あれ初期で持ってるカードで作れんねやな。これも初期で、これ作れんのかな。回復、そうか、ブリストで回復して、いやこれさすがに小口と取れない。いや、でもブロックしとかんとライフとかあるしな。めっちゃ損してるけど。いやー、はい、第3交換って悲しいな。セラテンを出す。そうか、これは案外どんどん強化していくのに。あれ、2枚目変身してない。あれ、どこ行った。1枚目、手札に戻した。そうやね、戻したやつを出し直したよな。トークンだけではなくて全部当たってる。まあそうやな。で、変身。まあ、一番強いやつ。
厳しい。アタックしていいよね。はい、あんまり意味ないが4点。さあ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 、おう、ノー、終わった。おお、フルポックやな。まあでも一応この辺溜まってくる、ね、おお、それはありがたいね。でももう白いデッキでフリープレイします。いや、似たような感じで構築済みでやろうぜ。チャンドラニッサ、ハートキャッター、まあ、ええわ。フォーネンツゴーズファースト、こちら後手。これなんかボコられる動画になりそうやな。いやいやいや、いや、フリープレイそんなやと思ったんやけど、まあオンキープ。白いデッキが厳しいのかな。青か、青で、構築済み、白青、白か、おう、なんか普通のデッキっぽいな。でも、どうでしょう、白青レジェンド。ライラとか出てきたら困るな。あら、あら、クロックで解放。あ、カウンターあるわけではない。うん、3点。ああ、引いたか。3マナで何が出る。おう、カード1枚引く。とりあえずコンバットをオーバーバック。ブロックされたので。で、ペガサス出して。これはあれやね。攻撃しているか、ブロック。ブロックしているか、ブロックされている、あなたのクリーチャー一体をプラニプラニっていうパンプ。弱いな、パンプ。普通にプラニだけでもまあいいけど。あー、コンバットオールアタック2対1になって4点。まあ何か回復できるから4-3こう。これは M19 にあるやつやな。うん、これもここら辺もそうやね。3にある。お、ロイラの青白、あ、そういう構築済みがあんのかな。フルアタック、そうやね。はい、コンバットオーラアタック、はい、ここで運転回復して、そこをブロックして、こちら、いや、タッパーの方が良くないか。そうね、タッパー出します。殴った時に防御側プレイヤーのクリーチャーを一体タップできる。そこを5-5にする。勝ってる、いや、こういった重力でタップ勝ってるな。
平定儀でここにつけてオールアタック、しました。勝ちですね。あ、なんかランクアップそんなものもあるのか。はい。おう。クライムプライス。はい。で、今回はこんだけで、デッキを改良。1勝1敗なので、フリーで1勝1敗は2枚変えれます。変えるのは使ったデッキね。どうしよう。そうね、カットして、変えたところまでカット。はい、はい、追加したのがエンジェル・オブ・インベンション、集めの天使とスラムの抗議ね、トークン3体だ。あー、これどうしようかな。レア1枚だけとかに制限した方がいいかな。入れるんやったら1回につきレア1枚。まあ、それは今度おいおい考えておきます。で、外すのは同じマナー域から、とりあえずこの11トークン3体です。やつと、これまで使わんうちに、どこ行ったな。で、あとは同じマナー域、これは抜かれへんから、タッパーでいいか。タッパー1枚。あれ3枚抜けないのか。はい、1枚です。はい、あー、これどうしよう。まあ、ええわ。あとでリスト控え持っときゃいいか。はい、今回は以上です。またどうぞ。まあ、ルールはいろいろ変えていくかもしれません、細かいところはね。はい、ありがとうございました。終わりです。さよなら。せやせやせや。まあ、別にゲームと関係ないけど、パックを、まあ、これで買えるみたいなんで、これね、ジェムは要するにお金やね。やな。で、ゴールド、あと、ミナリアとかも買えるのか。はい。まあでも、19かな。あ、でも、ドミナリア、白。あ、パックどうしよう。パックから当たったカードも入れれるとか。ああ、まあ、ええわ。それは、とりあえず、今回開けるだけ、1個だけ買って、あ、勝手に減るんだ。押すだけで減るんだ。簡単すぎやし、ね、まあ、はい、家がないんだな。いや、最後に、パック開け。まあ、このゴールドに余裕がある。うちはね、まあ、稼げたしな、さっき。時間経ったら復活するみたいだしな、こういうの。ワンパック開封。まあ、動画の最後にこれぐらいやるでしょう。ほら。で、これは、1、2、3、2、4、5、6、7、8枚で、コモン5枚に、アンコ2枚に、レアカシマレア1枚になってんだけど、このこれはワイルドカード、あなたのデッキに望んだカードを入れることができる。仕様はよくわからんけど、まあ、そのデッキに対してだけってことかな。手持ちは増えないけど、そのデッキに対して、いや、そういう、多分そういうことやと思うねんけど、まあ、よくわからん。まあ、好きなカードが入れるアンコモンで、ってことね。らしいです。あ、だからこれ、こういうのも後で使っていくかな。とりあえずさっき手持ちから出す感じで。で、当たったのが、特にこのままええのか。まあ、白で入れるんやったらこれとかあるけど。まあ、先他のも入れるかな。これはドラゴンマナ、ドラゴンダス、いや、マナクリーチャーね。で、最後にレアがホイです。
あ、当たった。これ持ってるやつやな、1枚。はい、以上。終わりです。これで、はい、さよなら。また次回に。